黙ってたら可愛いけど、いや居酒屋だったらさ、ありがとうございます。なんて？うん、さっきなんて？ありがとうございますって言っただけ。ショールームやりますか？おやー。おやー。ショールームさせて。ほとんどなんかいろんな議論が。そう、TikTok を始めようと思って。そうそう書かれてたね、Twitter に。そうやりてーと思って。私何をしたいの？分からん。あ、今日は写真が撮られない。やったね。横にしたら写真撮るのかな。ん？横にしたら写真撮るのかな。いや、だっていつもそうだったじゃん。乗れないけど。あれの時も、なんだっけ。LSD の時も。あと20秒で始めます。はーい。デュアリズムのおしゃべや、はい、時刻は17時半を回りました。デュアリズムのおしゃべやの時間です。 MC はハイセとサーキです。よろしくお願いいたします。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワンのスタジオより生放送でこの後18時まで放送いたします。今までにない新たなジャンルを皆様にお伝えできたらいいなと思っております。どうぞ最後までお付き合いください。今日が7回目のラジオとなります。我らデュアリズム、自己紹介をさせていただきます。デュアリズム姉のハイセです。デュアリズム妹のサーキです。我らデュアリズ…噛みました、はい、我らデュアリズムは趣味でコスプレ活動を行ったり踊ってみたなどのダンス活動をしております。私たちのコスプレは一般に思い浮かべられるであろうメイド服やナース服とは違い、アニメや漫画のキャラを模した服装を身にまといます。はい、ですが本日はそうですね、こちら沖縄県から放送しているんですが、ね、今日は全島エイサー祭りということで、じゃ ん、浴衣を着ております。じゃん、初のコスプレじゃない衣装っていうか、衣装って言ったらもうあれだけどコスプレじゃない服になってます。うん、素だよね。そうですね、恥ずかしいメイクもしてないのにメイクもしないのにメイクかぶってないのに、そんなこと言ったら大変だよもうコスプレがメイクみたいになっちゃうからはい、また踊ってみたなどの活動もしておりますが、その名の通り J-POP やボーカロイドなどをはじめとする楽曲で踊ることで、踊ってみたという言葉は踊る人々が動画投稿サイトに動画をアップロードする際にカテゴリータグとして付けられますが、そうですね、まだね、いろいろ準備ができてないですね我々。でもこれからね、一応 ね、どんどん動画は上げていきたいですね。沖縄でなんかこういういいとこあるよって言ったら教えてください。教えてください。なんか 踊れる場所があればたくさん踊りたいですね、はい、ということで動画はまだ上げていないのですが、ね、沖縄でね、年に数回開催されております沖ダンや沖コスといった踊ってみたのダンスイベントにも出演させていただいていますので、もし機会があれば足を運んでいただければ幸いです。はい、はい、噛みました今日噛み噛みですね。噛み噛みですね。いい感じで、いい感じでなんかさすが、なんかこれがサーキーの醍醐味って感じしませんはい、この番組デュアリズムのおしゃべやではメッセージやお便りなども募集しております。はい、メールアドレスは 797@fmginowan.com です。
余談ではありますが、コスプレや踊ってみた以外にも、美味しいものや可愛いものにも目がない私たち、宜野湾市内のそういったお店の情報もお待ちしております。ぜひ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 応募いただければと、ね、美味しいもの食べたいですね。そうですね、パンケーキそう最近ね、ずっとパンケーキが食べたくって、そうなんだよね、ふわふわの、違うの、ただふわふわであればいいんじゃないのよ、周りがサクなんでしょ、そう、程よくふわふわ で、でも表面はなんかちょっとほうきれたらサクみたいな、サクみたいなね、サクふわみたいな、お便り待ってます、待ってますはい、また FM 宜野湾ではツイキャスト、ユーストリームで映像と音声をネット配信しております。 FM 宜野湾のホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。あ、映像と音声といえば、はい、デュアリズムでも個別にショールーム配信を行っていますので、よろしければそちらもお楽しみいただけます。うん、はいいただけます。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジをダウンロードしていただきますと、いつでもこのラジオを楽しんでいただけますので、皆さんのご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加していただけますと幸いです。はい、それではここで1曲お届けしたいと思います。はい、本日はお祭りということで、ミュージカル刀剣乱舞、はい、ちょっとお祭りのね、このノリと言いますか、ノリと言いますか、こう ねいい感じに兼ね備えた曲があるので、はい、ぜひね、そちらをお届けしたいと思います、ね、ミュージカル刀剣乱舞より杯花兄弟お願いします。本気出していっちゃって、うるさいなあのね、あなた耳こうやってやってるからさ、ここまで声だけ聞こえてないでしょ、うん、うん、静かにしてね、そっか、あっちは聞こえてるんだよねゆらゆらしてるって見るか今日またつわもの見るのそれとも真剣なもさ2017を見るの16よく見る、いや、いつくしも見る、いいよ、しんどくなるじゃん、いつくしも見たら、だって祭りだから祭りに騒ぎたいんだよ、6人もらわないんですよ、正直にお、ありがたいですね、ありがたいですね、ドライブランキングとかもあるよね、すごいですね、コメントもだけでもいいですね、あ、ツイキャスもよかったら全然もうください、今日ね、浴衣なんで、浴衣なんで、そして素なんで、何でも OK です、質問、何でも OK です、質問、彼氏いますかって来るよ彼氏は歌手浮世光です、二次元1,2,3,4 一夫多妻制みたいな、逆一夫多妻、拍手、ありがとうございます、あゆさんが、うん、知り合い、知り合いっていうよりはなんかよくツイッターでなんかツイートとかをインにしてくれる方です、うん、ありがとうございます、やめて頑張ればいけるんじゃない、遠近法で、私の三日月胸しかに触らないで、触ってない遠近法でも成功してないし、私の三日月胸しかに触らないで、イエーイ、
コメントが来ました。ミクさん、ミクちゃん、ミクさん、やー、ミクトロだ。こんにちは。昨日もお疲れ様。プレオープンだったからお店が、ちょっとお試しオープンって感じ。お疲れ様です。お疲れ様です。そう、私もね、車があればお手伝いに行きたいんだけど、今車がないから買うね、早く買おうね、買おうね、ごめん、一言みたいに言おう一言入りましたね。楽しかったね。開店準備しながら聞いてるね。わー、ありがとうございます。噛まないように気をつけます。うん、あ、なるでしょ、あなたは噛んで乗ったでしょ。コメントが来てますね。はい、じゃあ今日もフリートークしながらフリートークやっていきます。とりあえず聞くからね、振るからね、お話。うん、さっき帰ってくることは一つしかないよ違う、だからそのトウモロコシにつなげて。どこのお店のトウモロコシか。そういうことじゃないよなんでそれに至ったかとか、どうかで。なんでだろう、なんでだろう、なんで。大丈夫だ、その時行きます。はい、呼んでる。あ、ね、はい、お送りしております。この番組はデアリズムのおしゃべやです。ギノワンヒルズ通りにあります FM ギノワンのスタジオより、この後18時まで生放送でお送りいたします。お相手はハイセとサーキです。それではコーナーではなく、本日もフリートークでいきましょう。楽しそうだね、フリートーク。楽しそうですね。いや、楽しそう、あなたが楽しそうなんだよ。あ、楽しそう、ありがとう、うん間違ってた？そういうことじゃなくてそういうことじゃない。なんで楽しそうだったのかなっていう理由を聞きたかったけど、あ、まあいいや、何、だったの、なんで楽しそうだったの今。今からお祭りだから。そうね、そうだね。そう、今日ね、浴衣着てるのはお祭りだっていうこともあるんですけど、そうなんですよ。このあとね、そのまま全島に、沖縄市の全島に全島エーサー祭りに参加っていうか出没しようと思ってるので、いたら探してくださいとか言って全然声かけていただいても大丈夫です。このね、この状態でいるので、この状態で分かんないけどね、ラジオ聞いてる方は、まあまあまあ、動画で見ていただいてる方しか分からないと思うんですけど。じゃあコメント拾っていいですか。いいですよ、拾いたかったんですね。拾いたかったです。ツイキャスからあゆうさん、はい、あゆうさんからお二人とも陰ながら応援させていただいております。ありがとうございます。ラジオツイキャスにて聞かせていただいております。ありがたいですね。ありがたいですね。ありがとうございます。ファンがファンって言っていいのかわからない、応援させて、そうだね、応援していただいてますけれども、ファンとはファンかどうかまでは限らないよ。そうだね、うん、応援してくれてる人だね。そうよ、ありがたいですね。でも自己完結したマネージャーがめっちゃ笑ってる爆笑してる、なんか珍しい。いつもだよ、いつもか。そっか、あなたの噛み具合とか、あなたのなんかすごい、なんだろう、かっこパンチの効いた一言で笑ってるよそんな一言言った記憶もないんだけどね。それが無自覚だからいけないんだと思うよ。そうかいそうかい、うん、いいよ、もうそのまま大きくなったらいいよ。そのまま大きくなっていいかい、うん、じゃあフリートークに入りますか。入ってます、もう入ってますか今までのおしゃべりそっか、これがフリートークだそっかダメだ、ミキサー様を笑わせてしまったフリートークというの名のコーナーではなく、普通にフリートークか、うん、そうか、そうだね、うん、うん、だから今日はコーナーではなく、うん、フリートークでって言った手前そうだね、やっぱ今日あれか、
焼きとうもろこしで全部上の空か。うん、そうだね。そうそう、なんか2年間ぐらいずっと浴衣着て行ってなかったんですよ。祭り自体も行ってなかったんですよ。うん、それで焼きとうもろこしが毎年食べたかったんです。うん、日々食べたかったんです。うん、親がいや家で作れるからとか言いながら一回も作ってくれなかったんです。違う、焼きとうもろこしじゃなくてゆでとうもろこしは作ってたよ。ゆでとうもろこしじゃなくて、私が食べたかったのはバターの効いたすっごく美味しい丸ごとの焼きとうもろこしが食べたかったの、ずっと。うん、だからでもそれを浴衣で頬張っちゃうの。うん、もちろんもちろん。うん、なんかそういうなんかブレないところサーキーだなってめっちゃ思うよ。友達だから。ん？うんだね。今の流れで誰が友達かわからんかった今。まあ気にしないで。焼きとうもろこしがお友達？うん。あ、お友達食べちゃうんだ。え、そんな残酷なこと言わないで。共食いじゃないから。え、だってお友達でしょ？いやー、なんか仲良くなってパクみたいな。まあいいや。なんかあれみたい、ピクミンみたい。赤ピクミンは日に強いだっけ。やめて、あの脱線するからやめて。引っ張ってこないで。白ピクミンには毒がある。ちょっと待って沼田くん。え、なんかこのトウモロコシ以外になんかお祭りエピソードありますか？お祭りエピソードはなんかやってる、花火。あ、そうなんですよ。自分小さい頃すっごい花火が嫌いだったんです。なんでですか？ボーンフーンみたいな。ボンファーって。大きい音が苦手だったのか。そう、なんか大きくてなんか飛んでくるからすっごい嫌いだったんです。飛んでくるって相当近くで見てたんだね。じゃあ、そう、なんかすっごい近くで花火やってて、うん、それでばあちゃん家が意外と近かったので、まあ元ばあちゃん家に住んでて、じゃあ そのおばあちゃん家が花火が見える距離にあったと。距離にあったんです。だから花火が打ち上がる前に速攻で帰って、うん、自分だけ布団にくるまってうーんってしてる間に屋上とかベランダとかでお姉ちゃんがわー花火きれいって言ってるのをうーんって。今はもう大丈夫？今は多分花火近くでまだ見たことないから、大人になって。あ、だからわかんない。じゃあ楽しみですね。楽しみですね。泣いたら排泄が動画撮っときますね。やめてください。ツイッターではい拡散って。恥ずかしい。花火で泣いてる子供。子供ハッシュタグ花火で泣いてる子供。子供、あれです、隣であの この辺にあのお父さんとかの肩に抱っこされた赤ちゃんも一緒に泣いてるんでしょ。恥ずかしいね。同類って感じよね。同類。お前はボボちゃんかって。あとハッシュタグ拡散希望、拡散希望。もし泣いたら多分上がりますよ。うん、あの上がらなかったら、あ、泣かなかったんだな、成長したんだなっていうね、生温かい目で。泣かなかったら多分焼きとうもろこしの写真を。あ、そうだね。そうだね。いやでも泣いても泣かなくても焼きとうもろこしの画像は上げるでしょ、うん、かぶりついてるやつ。盗撮盗撮。一体を写真撮るからね。美味しい焼きとうもろこしを探して歩こうか今日は。うん、頑張って。うん、え、一緒に来ないの？うん、焼きとうもろこしはいいや。なんで？私はいいや。美味しいのに。逆に林さんあります？祭りのエピソード。祭りのエピソード、何があるかな。なんか去年一昨年ぐらいからはツイッターでのお友達が増えて、なんかあ、全島行くのみたいな、もしかしたらね会えたらいいねみたいなのは最近。あ、その大きいお祭りに行く醍醐味といいますか。ああ、そうだね。自分も今日言われましたよ。そうそうそう、友達に「あ、銭湯行くの？」って。うん、会えたらいいね、じゃねーって。その声真似が似ているのかどうかは後にして。あの、悪意あるかもしれないけどそっくりなの。聞かれてたらどうするの？だからね。私そんな声してないって言われる。そっか、大丈夫、聞いてないはず、信じよう、うん、なんか最近ツイッターで見たこの花火の動画が、ちょっとした動画が上げられてて、なんか不発かなって思ったらめっちゃもう夜空いっぱいにバラ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 っていう花火が
上がってたんですよ。今日あるかな、楽しみだな。なんかそう見れたらいいなって思ってますけど。あの花火好き。なんかね、あのなんかしぐれみたいな、なんかわかんない、しぐれ、しぐれっていうか、なんだろう、このシュワーンってやつシャワー、シャワーみたいな。擬音語じゃ伝わらないからなんだろう、雨みたいな、しだれ柳みたいなね。そうそう、なんか金色のシュワーンってシュワーンシュワーンってやつ、あれみたい、うん、多分伝わってない方もいると思うんでね、ぜひぜひ画像に撮ってツイッターに上げてもらえたらいいです。わかりました。擬音語と一緒にシュワーっていう花火ですってハッシュタグシュワーやめて、そんなそんなハッシュタグ作らんで誰か広げてくれるかもよサーキーの名言録、名言録シュワあ、じゃあ名言の名が迷うでしょ作れるんじゃない、名言集、名言集たくさん作れるよ。うん、違う、サーキーの場合はあの言い間違い伝説が多いなんかあったよね、この前いっぱいある。何があったっけ、いっぱいあって、たくさんありすぎても爆笑しちゃうんだけど、爆笑するから忘れるんだよねそうなんだよねお前みたいなことになるのにね。何だったかな、なんかいろいろね、多分あれもあったと思う、なんかアイネクライネのハトムジークはなんか言ってたよね。あー全然違うのになったもん。そう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 。で、あとあれもあった、美しき青きドナウ、ドナウ、何それ、なんか言ってたよそれも、ね、なんか難しい言葉ほらほらマネージャーがちょっとなんか軽く思い出し笑いそうななんか難しい言葉を無理やり言おうとしたら間違えるっていう、そう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 、超ダサいやつで、あれでしょ、日本語がおかしい上に、うん、滑舌も悪いからあのなんて言ってんのみたいな、ヘリコプターとかも言えなかったじゃん、ヘリポクター、ほらヘリポクターそう、なんか小さい頃はもうヘリポクターってしか言えなかったんですよ。今はあれ言える、ケンタッキーフライドチキン、ケンタッキーフライドチキン一瞬なんかちょっとネイティブなはずになったねフライドチキンみたいなね仕方ないよ、今一生懸命言ってんだから。大丈夫、噛むよりはいいと思う、うん、思った、うん、私も思った、うん、で最近のね出来事と言いますと、はい、先ほどちょっとショールームでコメントいただいたミクさんなんですけど、昨日ちょっと那覇にバーがオープンしたらしくって、うん、そこのちょっと店長みたいなのを任されたらしいんですよね。おーおーってなるじゃん、ってなりますねそう、お友達なんですけど、もしよかったらバースイート、スイート、スイートさん、名前間違ってたらね当たってるよね多分。住所はチラッと見た、チラッと見た、覚えてはないのねそう、うん、まあ今度ねちゃんとしたやつ持ってきてね、そう多分紹介できたら、なんだっけ、ツイッターとかで探してもらえたら、あのアカウントももうできてるので、おそう探したら多分ヒットすると思います。英語でバースイートだったと思います。そうそうそう、昨日プレオープンして、そう結構評判が良かったらしくて、多かったんですよね、いてた人が、フォロワーさんも結構いてらしてて、良かったって言ってた、アニソンバーらしいです。行ってみたい、あ、そうか、行けないんです、でも一応なんか未成年も一応入れるけど、この歩道する、歩道になっちゃう時間のなんかもう余裕を持って返すお店になってるので、一応もうほんとソフトドリンクしか出さない、その時間まではって言ってそっか、行ってみたいな。 で今日がなんか本オープンみたいな、へーらしいので、忙しいのか、ぜひお祭りに行った方も行ってない方も、終わりでもね、うん、お祭り終わって今から酒飲みてっていう時に、お兄様方ね、お兄様方、お姉様方、お姉様方、よかったらバーにね、遊びに行ってください。後々ね、デュアリズムも行きたいです、ね、みくちゃん可愛いんで、すごい美人さんでそう、可愛い、声も高くって、うん、刃が可愛いね、うん、またまた多分後で何か言われる、うん、勝手に褒めないでって言われるお、ツイキャスからコメントが来ました。はい、こんばんは。こんばんは。かぶり物かっちゃん、しずくっち、超絶神推しさん、
からです。いっぱい推しがいるんですね。そうですね、私も推しがいっぱいいます。私もいますたくさんいます。二次元に旦那がそうだねミキサーさんに笑われてしまいましたあ、なんか、うん、いや、うん、はい、そう、二次元の旦那がここに、ここにツイキャス見てる人しかわからないんですけど、うん、今ハイセさんが手に持ってるちっちゃい物体が旦那です、はい、あ、ショールームの方がわかりやすいかもね。刀剣乱舞の三日月宗近です。ヘチクシやめて私の三日月宗近に触れないで。かわいいんだ。はい、はい、本日もね、はい、もう早いですね。あっという間の30分でした。感想文みたい。あっという間の30分でした。さっきのね、トウモロコシ熱が本当にすごい。相当食べたいだなって思う。去年とかね、お姉ちゃんだけって言っちゃったよ。お姉ちゃんでいいか。お姉ちゃんだけあの祭りに行ったんですよ。テクテクと。テクテクと。それで自分はお土産に焼きトウモロコシを買ってこいと。うん、私のために買ってこいと、うん、めっちゃお願いしたんですよ、うん、買ってきませんでした。うん、ひどくないですか。見つからなかったんだよ嘘だ、絶対嘘だほとんどのお店置いてんのに。本当に？本当だよ。最近でこそ増えてきたけど、焼きトウモロコシ置いてるとこなんて本当にないよ。昔たくさんあったよね。あるよね、ほら、うなずいてくれてる、ね、絶対見てないだけど。優しいね。まあ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 、マネージャーさんは優しいね。優しいですね。はい、じゃあやりますか。今日はね、花火に泣かないように泣かないように頑張りますね、うん、まあどんな反応かは後々、また来週のラジオでもお話できたらなと思います。そうですね、はい、はい、いいかい？いいよ、てどうぞ。番組に参加していただいた皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。お相手はデュアリズムのハイセとサーキーでした。ではまた来週同じ時間にお会いしましょう。さよなら。さよなら。祭り楽しんできます。で、楽しんでください。楽しんでください。来週な言えたらいいねそうだね。バイバイ、ありがとうございました。はい、ショールームの皆さん、ありがとうございます。